ヘイヘイ、大丈夫ですよね、マイク。秘密のクローゼット。セカンドシーズン。イエーイ。はい、この番組のアシスタントをやらせていただいています、木野アリスです。そして、はい、MC のシナです。お願いします。よろしく。はい、今日で、ということでね、はい、第8回目です。8回ですよ。はい、続いてますね。もうそんなにやってるんですね、ね、私たち。うん、だこの分だと1年持ちますね。嬉しいです。あと4回ですからね。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。そういえばあれ、なんかブログとかホームページ見たけど、アリスちゃんの、はい、入衣装になってるはずなんじゃないの？あ、すごい白い新しい衣装あるんです。そう、白いの、ね、新しい衣装になったんですけど。なんか違くない？変わってないじゃん。いや、なんか新しい衣装がちょっと露出が高いので、うん、露出なんかよあんま良くないかなと思ってちょっとビビって前の衣装のまま着ちゃいました。それをすごい期待してたのに今日。そうなんですか。そう、なんだったらね、僕もね、ガンガンね合わせてね露出しようと思ってたのに。MC2 人でそんな露出してもいや、露出は得意ですからね。あ、まあ、まあ、私より得意かもしれないですよね。期待したのに。あ、本当ですか。うん、まあ、次回ちょっと考えます。考えて、じゃあ徐々に。体積も結構広がるんで、モフモフなんでちょっと。あ、はい、いいじゃん、ちょっと自分もね、僕もね、こう。あ、じゃあモフモフに。モフモフな2人がやる、ね、番組なんてね、ちょっとね。いいじゃないですか。でもまあね、今日はスマートに期待したいですよね。はい、じゃあ今日はスマートに行ってね、はい、次回はまたお楽しみということで、はい、まあ、ということで、はい、あれですね、この間、はい、初ワンマンライブお疲れ様でした。 ありがとうございます。ありがとうございます。見に行ってきました。そうなんですよ、シナさん見に来ていただいて、はい、もうめっちゃ人いっぱい、ね、すごかったね。ちょっとね、早めに着いちゃったんだけど、はい、ちょっと自分もね気合い入れすぎちゃって。あ、ありがとうございます。そうしたらすごい人が並んでて。あー、大丈夫でした？え、いや、もう寒かったけどね、でも待ちましたよ、僕も。すいません、いえいえ、もう待たせちゃって、会場もちょっと押しちゃったのでね。そう、着いたらさ、もう会場の時間なのにさ、リハーサルしてるからさ、え、もう始まってんのかなって一瞬思いながら、時間間違えたかなとか思いながら。あ、でもみんな待ってるみたいなね。うんうん、そうね、入れない人たちなのかなと思ったけど。あー、いやいやいや、いや、ね、でもね、すごいぎゅうぎゅうで、ちょまんで、おかげさまで本当にちょまん、うん、結構満員だったみたいで、うん、具合悪い人とかも出てきちゃったみたいで、うん、もうありがたいですね。いや、本当にでもね、なんかね、こう自分のことのようにね感動した。あ、 ありがとうございます。なんかね、我が子を見るね親のような気持ちでね。我が子、もう1曲目からね、はい、僕はね涙が出ちゃいましたよ。本当ですか。もう嬉しくて感動して。いやいや、もう本当ありがとうございます。あ、差し入れもいただいて、栄養ドリンクを、怪しい栄養ドリンクをね、ちょ、見たことのないね、どこのメーカーだよみたいな。いや、でも美味しかったですよ。 ありがとうございます、はい、ちゃんと渡ってよかったです。みんなでね、うん、エネルギーを注入して頑張りました。もうファーストワンマンだったのでね、うん、こんなに緊張するんだと思いましたし、もう準備もすごいバタバタで最後まで、うん、もうシナさんとかファーストワンマンとかいつですか。いや、もうね、遠い記憶すぎてねもう思い出せないぐらい相当前ですけど、はい、でもやっぱね、初ワンマンはね緊張するね。しましたね。あとね、不安が大きい。あ、そうですね、不安めっちゃありました。でも、うん、お客さん来るかなとかね、いろいろ思いましたけど、でも一回ね、そういうワンマンとかやっちゃうと、まあ、なんていうかな、自分にとってそのなんていうのかな、こう勇気がまたなるっていうか、自信にもなるし。そうですね、なんかちょっと強くなれますね、一歩。そうそうそう、なんかね、次がね、またね、もっとやってやろうっていうね気持ちもなるし、あと、まあ、その時にね、足りなかった部分っていうのも多分分かったと思うので。そうですね、うん、次からね、そこをこう修正しつつ、そうですね、また
もう一つ一回り次ね大きいチャレンジ、ね、うん、望んでくれたらいいなと思いますけどね。すごい先輩だバンドの。いや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 、でも本当ね、結成してねまだ間もないのにワンマンってすごいですよ。いやいやいや、もうでも本当にね、うん、なんかすごいミュージシャンの番組みたいになってきましたね。いやこれ音楽番組ですよ。そうです、はい、いつも結構なんか、はい、あの畑の話とかしてるから。あ、そうだね、すいませんすいません、はい、すいません本当に。でもあのシナさんも来ていただいて、はい、私もすごいあのちょっとちらっとやっぱ歌ってる時に見えたんですけど、うん、すごいなんか見に来てくれてると思って。そうね、金髪いなかったもんね。そうですね、岸田さんしかいなかったですね。いなかったよね、うん、あともう一人あのクレアってバンドの女の子ぐらいで。そうだよね、はい、いやでもよかった、はい、見に来ていただいてありがとうございます。見に来てくださった方ももしかしたら見てくれてるかもしれませんので。来てます。あ、そうですね、はい、見てますね。ありがとうございます。もうおかげさまでもうこれからも頑張ります。はい、応援してあげてください、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、そうですね、番組進めましょう、はい、というありがとうございます、はい、それでは今日の番組なんですけど、はい、バンドさんを簡単ですがご紹介したいと思います、はい。劇場から生まれるホラーサウンドのデッドチルドレンさん、そして雑種メタル集団残党さんの2バンドが出演していただきます。はい、はい、どんなバンドさんですか。もうねこれはね、まずデッドチルドレンはですね、はいはいはい、僕が昔所属していたキーパーティーという事務所の、はい、まあ、後輩になるんですけれども。あ、同じ事務所。そうなんですよ、だから付き合いも長いんですけれども、まあ、仲良くしてるんで。でしかもそのバンドデッドチルドレンはまだ初ライブをしていません、はい、そうですよね、はい、私もホームページ見て3月27からでしたよね。そうです、そうです、まだだと思って。そうです、だから本当にこう生で動いてる彼らを見るのが、はい、今日がこの番組が初めてになるんです。うわー、すごいです。あー、なんかありがたいですね。はい、そう、こちらも嬉しいですね。嬉しいよね、こう、はい、秘密のクローゼットのために。本当ですね、はい、すごいですよね。いやこれ嬉しいことです。だから本当、はい、超ねレアなことなので。レアですね、はい、ぜひ皆さん楽しみにしてほしいなと、はいはい、それからですね、その、はい、もう一つ残党さん、はい、残党さん、残党さんもですね、あのベースのチロさんっていう方がいるんですけども、はいはいはい、彼はあの前弾丸少女っていうバンドでメンバーだった、はい、あ、同じメンバーさんだった、はい、メンバーだったあのチロさんなんですけども、はいはい、そういうことで今日新しいバンドに加入したんですよ。あ、加入したんですね。はい、それでですね、今日せっかく出てもらおうということで。おー、ちょっと楽しみですね。はい、で2組ともあの重低音です。お、ヘビーです。今日はヘビーでゴリゴリですか。ダークですすごくもうなんかあのメイクとかももうすごいですもんね、はい、あのもう楽屋がいかついですよ今日は、はい、すごいですよ、はい、楽屋がすごいです。もう楽しみにしていてください、はい、楽屋がいつもより狭くなってますはい、はい、ということで、はい、この番組は生放送です。ニコニコの書き込みもどんどん読んでいきます。番組終了後には会場に来ていただいている皆さんのためのアフターライブもあります。番組の詳しいことはmoopal.jp/closet2 です。それではお知らせを挟んでデッドチルドレンさんの登場です。どうぞ。
figure I'm here. Come out, get me.
ありがとうございました。デッドチルドレンさんでした。デッドチルドレン、すごい大迫力でしたね。かっこいいね。すごいですね。かっこいいです。かっこよかったです。あのね、あのベースのレイと、はい、あの下手のギターのマストがね、はいはいはい、あの後輩なんですよ僕。あ、そうなんですね。キーパーティーの事務所の時、元アリエネ・マリアージュの2人で。へえ。いやー、いやー、もう昔からもうあんなにゴリゴリな音楽やられてたんですか。そう、昔からね、ヘビーなねバンドやってて。そうなんですね。そうそうそう。で、あのレイのベースのレイとか、はい、その後にネガっていうバンドもやってて、はい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 、それもかっこいいバンドだったんだけれども、いや今回のこのデッドチルドレンもすごいね、うん、すごいですね。久しぶりにこんな重点音を聞いた感じがしますもんね。え、なんか楽しみですね今後の活動が。これからですからね。なんかもう初ライブが3月の27なんだけれども、 そうですね、はい、それと同時に、会場限定のCD かなんかもリリースして、おで全国ツアーも行っちゃって、で4ヶ月で、あ、しょっぱだから、そうで4ヶ月連続の主催ライブも決まってるという。じゃあそんなライブ情報を見ていただきたいと思います、はい、どうぞ。はい、そうですね、3月の27日会場は新宿バースということで、そちらから始まるとのことですね。はい、もう一つあるかな。はい、4月の20日月曜日、こちらも新宿のバースになりますね。主催イベントですかこちらは。そう、4ヶ月連続すごいですね、うんうん、はい、6月の5日金曜日新宿のバース、こちらも新宿のバースで主催イベントがあるとのことです、うん、はい、ツアーがこちらになります。ずらーっと仙台から、仙台じゃない、仙台から始まるけれども、札幌も行って、はい、福岡だから北海道から九州まで。うわー、すごいですね、日本縦断じゃないですか。マジなツアーですねこれは。もう初っ端からこんなにツアー打つってそうそう、ある意味なんかやっぱ勇気というか、なんか踏み込めないとできないですもんね、うん、なかなか。いや、ツアーやりたいな、うちもねえやってください。はい、頑張ります。はい、ということで書き込みの方も、ね、あとあれ CD のリリースも出たっけ。あ、CD の方は、まあ、まだ後でか。はい、そうですね。あ、OKOK、はい、あ、まあ後で触れるけどね、 またタイトルがね、この番組のね、はい、この番組のためにあるようなね、はい、え、そうなんですか。あのね、そう、あの2曲入りのシングルが出るんですけれど、はいはい、タイトルがクローゼットっていう。あら、お揃いじゃないですか、はい、ちなみに今の曲はその曲ではないんですけども、ちょっとクローゼット聞きたいですね。聞きたいですね。楽しみですこれがまた、はいはい、ありがとうございました、はい、それではここで、はい、あれいきますか。いっちゃいますか。シナのビジュアル系ニュース。ではですね、はい、ニュース行くときに、まず、はい、こちら映ってますかね。はい、こちら映ってますかね。よいしょ、はい、
ディンディディン、今回も書いてきました。はい。お、綺麗ですね。これは梅、梅？桜？梅？桜のように見えて、これは紅梅ですね。赤い梅ですね。紅梅。はい。この間ですね、2月の、はい、28だったっけかな、水戸の方に、はいはいはい、僕の実家茨城の水戸の方に、凱旋ライブをしてきまして。あ、凱旋ライブを。はい。まあ、いっぱいみんなお客さん来てくれたんですけど、はい、まあ、ほぼ僕の身内だったんですけど、親族が同じ顔がいっぱい、ね、会場に並んでたというえ、そんなにいっぱいいらっしゃるんですか。いっぱい来ましたよ、とにかくご親族が。はい、いっぱい来ました。まあ、友達とかね、ファンの子も来てくれましたけども、まあ、すごいいっぱい来て。いや、でもなんかやっぱね、一番身近な人たちが応援してくれてるっていうのがすごい、でも大事ですよね。そうですね。で、その時にですね、うん、はい、電車で行ったんですよ、はい、JR の常磐線で。常磐線で。で、水戸駅の手前に、はい、この時期にしか、うんうん、オープンしないっていうか、この時期にしか、改札が開かないっていう駅がありまして、うんうんうん、水戸といえば偕楽園じゃないですか、はいはいはい、三大庭園の、はい、偕楽園が今梅祭りやってて。あ、今梅祭りなんですね。はい、見どころなんですよ。それでこの時期だけ偕楽園駅っていうのが、うんうん、改札こう開いて、こうでみんなそこで降りて偕楽園行って梅を楽しむみたいな。あ、粋ですね。はい、なんだか。そうなんですよ、そういうのもありまして、はい、でそれでやっぱ今回梅かなと。なるほど。桜にしようかなとも思ったんですけど。そうだね、桜早い。ちなみに僕の T シャツ桜なんですけど。あ、そうですね、今日桜ですね、はい、でもこれもちょっと桜って言ったら桜にも見えるかな。でもここにウグイスいるんですよね。あ、本当だ、はい、かわいい。すでに酸っぱいって書いてありますけどね、もちろん。すでに酸っぱいウグイス。はい、そうなんですよ、梅でね。ということでね、まあ、その、はい、水戸に行ってきたっていう話なんですけれども、はい、でそこの水戸に行った時になんと、はいはい、共演したね、うん、仲間がね、はい、バンドさんがね、実はねガチでね、うん、その時その日にしたんですよ、ガチで、うん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 、僕の中学の時の、これ言っちゃいけないのかな、まあいいや、言っちゃった言っちゃったじゃないですか、生放送ですからの後輩が台湾で、はい、中学の時の後輩ですか。そうなんですよ。かぶってるんですか。もうかぶってはいないんですけど、かぶ、うん、ってるというか、同じ、彼は記憶になかったらしいんですけど、はい、僕が教育実習に行った時に、教育実習に行った時に彼は生徒だったんですよ。で僕は美術の先生だったんで。あ、そうですよね。全クラス教えるんですよ、大体。はあ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 、美術の先生ってそうでしょ。はい、そうです、ね、でその時のバンドさんがですねすごいですね、それ、はい、こちらです。はい、アンティル。アンティルさん、はい、ありますかね。はい、ここのボーカル君がそうなんですけども、はい、ジン君って言って、はい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 、はい、でこれ CD が出てますんで、ぜひ皆さん名国買ってほしいんですが、はい、でも残念ながら皮肉にも、はい、昨日解散してしまったんです。そうなんですか。はい、昨日。はい、なあ、寂しい。なんだよ、もうちょっと遅らせろよ。そうですよね、せっかく宣伝を。そうですよ、番組にも出てもらいたかったのに。あ、はい、まあ、そういうこともね。そうなんですよ、ありますからね、こういうのも。まあ縁ですからね。はい、縁です。それからですね、その CD を紹介した流れで、はい、こちら、ついこの間出てもらったばっかりの番組に出てもらったばっかりのアンティキティラ。あ、アンティキティラさん、はい、前回ですね、はい、もらいましたけども、新譜が出ました。お、新しい CD ですね、はい、しかもこれはベスト版です。お、ベスト、はい、あ、言ってましたものね、はい、ベストが出ると、はい、はい、レコーディオン、アコーディオンじゃなくてエコーディオンっていうね。エコーディオン、なんかまた洒落たかっこいいですね。タイトルですけども、はい、これ14曲ぐらい入ってるのかな。あ、いっぱい入ってます、はい、発売したばっかりです。ぜひぜひ、はい、ゲットしてください。はい、ゲットしてください。はい、それからですね、今日はいっぱいありますよ。いっぱいあります。今日は結構ちゃんと。それからですね、はい、
こちらです。おじゃん、かわいいですね。オドマシーズ、かわいい。はい、かわいいですよね。実はですね、あの次回彼ら出てくれます、この番組。あ、そうなんですね。はい、お化けな人たちが出てくれます。お化けな人たちなんですか。はい、はい、これはまた楽しみですね。それとですね、おもう一個、はい、こちらもですね、僕の後輩になります。はい、コスモスフィア、コスモスフィアさん、はい、こちらも、こちらはですね、会場で無料配布してるのかな、あとなんかサイトにアクセスするとなんかもらえるみたいな感じなので、ぜひこちらもね、会場でせっかくもらえるならね、はい、こちら僕の後輩になりますので、ぜひ、かっこいいバンドです。ダーク系のバンドです。はい、ぜひぜひゲットしてください。はい、それからですね、どうしよう、もう一個紹介したいけど、その紹介する前に抽選行った方がいいですかね。お、じゃあ抽選行きますか。はい、はい、あ、どうしよう、紹介、抽選行った方がいいね。そうですね、はい、じゃあ抽選先に行きましょう。はい、はい、抽選箱いただきまして、はい、でまず最初の抽選は、まず今日はね、はい、ホワイトデーです。そうなんですよ、今日はホワイトデースペシャルですよ、はい、ホワイトデースペシャルですということでですね、はい、僕から、観覧に来てくれたお客様に、お、じゃん、チーズ丸です。チーズ、これはどこのお菓子なんですか。はい、これね、文明堂のお菓子なんですけれども、あのね、これ僕がね、はい、この世の中のお菓子の中で一番ね大好きなお菓子なの。もうね宣伝したいの、みんなに。っていうか一番、そうで、文明堂なんですけれども、お、あの一時期ねちょっと製造しなくなったんですよ。でもまた復活して、うん、あら、製造して、僕が、僕らあのミクシーのねコミュニティもねやってるんですよ、僕管理人で。チーズ丸のそれぐらい好きなんですよ。なので、あのアリスちゃんに先ほど実はホワイトデーのお返しで渡しましたけれども、まだ食べてないよね。食べてないです。じゃあどんな味なのか、お、食べてもらいましょう。これいいんですか、食べちゃって。ぜひ食べてみてください。チーズ大丈夫ですか。あ、チーズ大好きです。じゃあ食べてみてください。食レポ大丈夫かな。はい、すごいね、本当美味しいんですよこれ。チーズマグです。はい、あ、もうすごいチーズの匂いするでしょ。うん、すごいすごいチーズの匂いします。はい、もうこれはね、食べ方がありまして、まずクンクンクンしてから食べてください。いい匂い、はい、いい匂いです。はい、どうぞ。いい匂いです。はい、いただきます。はい、うーん、どうですか。あ、おいしい。チーズ、え、あ、中に、え、あれ、チーズ、そう、中にもね、チーズの塊が入ってるんですよ。はい、おお、おいしいでしょ。おいしい。いや、なんかこう、え、すごい、中にめちゃくちゃチーズが入ってますよ。はい、でなんか中がそのチーズがすごいまろやかなので、外のこのね、ホロホロしたね、はい、周りのこの、なんですか、はい、何ですかこれ、クッキーじゃなくて、なんて、ま、ま、マドレーヌみたいな、そう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 、やのがあるんですけど、すごい美味しい。美味しいでしょ。まろやかだし、美味しい。またこの塩っ気がなんともね、そう、甘くないですね、そんなに。美味しいです。ビールのおつまみにもなりますよ。それはでも美味しいと思います。はい、ということで、これをですね、はい、こうやって袋にも可愛くラッピングしてきました。はい、ということで抽選します。いきます。はい、じゃん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 、いきますよ。誰が当たるでしょうか。ちょっと待ってね、これ美味しい、本当に。あれ、ちょっと待ってね。だ、はい、はい、じゃん、お、2番の方。2番の方、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあ取りに来てください、2番の方。いや、これ本当美味しいですよ。本当美味しいですよ。食べたことなかったですけど、はい、食べてください。知ってます、チーズ丸。チーズ大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあ食べてください。あのブログとかツイッターに載せてください、2番ね。はい、ありがとうございます。じゃあこちらね、あのチェキの権利もありますから戻しますね。はい、はい、おめでとうございます。はい、続きましては
集合写真のチェキ、はい、はい、サイン入りのそれも抽選でじゃあ、はい、行きたいと思います。出演者全員の集合チェキを、はい、じゃあ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 出てこないですね、出てこないですね、いきますよ、あれ取れない、大丈夫ですか、よし、じゃあ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 じゃん、おお、これはすごい、あのね毎回ねこの間なかったら毎回こうなるんですよね、こうなりますよね、はい、おめでとうございます、また2番です、おめでとうございます、おめでとうございます、また後ほどお渡ししますので、はい、後ほど渡します、おめでとうございます、はい、おめでとうございます、はい、なんでそうなっちゃうんだろうね、しのさんがなんかそういう持ってるんじゃないですか、ちょっと待って、だって入ってるよ、入ってますね、ちゃんと、ごめんなさいね、すいません、はい、じゃあこれは置いといて、はい、じゃあね、もう一つね、お、あの今日本当ね、今日すごい音楽番組みたいでしょ、音楽番組ですけどね、いっぱいニュースが、あのもう一組ね、あの紹介したいね、バンドさんがいまして、うんうんうん、あのこれもあの前に、うん、出演してくれた、うんうん、カルマンドクバール、あ、はいはいはい、はいはい、カルマンドクバールがですね、うん、なんと、今日が14だから2日後ですか、16日、はいはい、もう明後日ですか、はいはい、池袋のエッチというところでワンマンライブをやるそうです。おーおー、ワンマンライブ、はい、ワンマンライブをやるんですよ。おめでとうございます。でそれでですね、彼らの宣伝をね、はい、したいんですけれども、はい、なんとですね、ちょっと待ってくださいね、ですね、うんうん、そうエッチでですね、6月の、あ、6月、3月の16日月曜日、はい、6時半オープンの7時スタートで、はい、チケットがですね、前より3000円、そして当時が3500円です、はい、でですね、この日ですね、来場してくれたお客様全員にですね、なんと未発表の、ミュージック V が入ってる、DVD がですねプレゼントされるそうです。おー、それだけではありません、はい、あと当日限定で未発表音源の、うん、しかもスペシャル特典付きで、はい、こちらも発売します。発売、はい、そして去年11月6日池袋チョップドームで行われたワンマンライブを収録した DVD がまた発売されちゃいます。あ、すごいですね。で当日の、特典で、はい、なんとチェキの撮影会もあるという、はいはい、なるほどなるほど、素晴らしいです。その他いろいろありますが、いっぱいニュースがあります、なんとコメントもいただいてますので、ほらコメント、はい、そちらの方でもっと詳しく話されていると思いますので、はい、そのコメント VTR を見てみましょう。どうぞ。どうも皆さん、カルマンドクバールです、ボーカルの響です。サポートのキューです。ギターのタクです。ボスカルマヤです。いやー、いよいよワンマン決まりましたね。はい、日にちは3.16、3.16 池袋ベッチでワンマンをやりますので、皆さんよろしくお願いします。で、ほら、この日にあれですよね、例のあれをね、はい、配布から行く。あのですね、その3月16日のワンマンにですね、前回池袋チョップでワンマンを行ったんですけども、そのライブ映像が発売されることになりました。ぜひとも皆さんそちらの方もよろしくお願いします。それでもう一個の方は、あのですね、はい、ある曲、クバールの曲のビデオをプレゼントします。ビデオで、ビデオかビデオビデオ、DVD です。はい、ミュージックビデオってことですかね。そうです、はい、ミュージックビデオ、なんとね、ご来場の方にその MV ってやつがね、
配られることになってるなってるね。それは予約しないとダメなんだ。え、そうなの？東京東京でもいいのか。うん、お、なるほど。じゃあ来てくれた方全員に前のアドレスを教えます。聞いてることはおかしいよ。まあね、キャンセルだ。逆にキャンセル。ミュージックビデオチャレンジとなっております。3月16日池袋エッジは皆さんよろしくお願いします。お願いします。カルマンド・クバールでした。はい、カルマンド・クラウ・クバールさんありがとうございます。嬉しいね、あえてね、こうね、ちゃんとコメントをいただけることではすごい嬉しいですね、こういうのも、ね、本当に。はい、いやぜひ皆さん見に行ってほしいと思います。はい、僕も行きたいと思います。はい、ぜひぜひ皆さん遊びに行ってください。はい、はい、ということでニュースはもう以上ですね。はいはい、はい、まやさんちゃんと宣伝したよ。それでは次に行きましょう。はい、次は残党さんのライブになります。その前にお知らせと私がやっているガールズバンドリスキーメロディのライブ映像をご覧ください。どうぞ。待ってなんてられない。 Fly away Fly away オーシャンに潜入中だって。最後に笑うのは私なんだから。みんなで Let's バーツいて顔変えて追い込まれることもある。簡単に取れないね。
Let's go!
あげてくれよ、俺。ありがとう、みんなありがとう。スタジオの皆さんも、そしてこの映像を見てるあなたも拳を上げてくれるとね、嬉しいな。いってみようかな。いい感じだね。スタジオはいい感じだ。この映像を見ている人たちはどうだろう。俺は見えてるぞ。もう一回行くぞ、せやら。拳だ、拳。それもいい感じだね。よっしゃ、みんな盛り上がってきた。なんともテンション上がってきました。次ラスト、次最後だから、拳上げてくれよ、俺。You're a
ずしずしくるというかもう腸にずしずしきますもんもうねえいやドラムすごいないやすごいですねうんかっこよかったですねうまい各パートがうまいですねそうですね、はい、あのジェイソンみたいなのが気になりましたすごく超危険ですよね昨日13日の金曜日でしたからね危険ですねあれで上のコンビニ行ったんですかね上にあるコンビニどうなんですかね多分あのヘドバンのままこう人がこう前にいたらもう殺傷能力が結構ありますね、はい、あれね結構ぶつかったら大変ですねぶつからないように気をつけましょう、はい、そうですねツッコミどころが満載な感じですねいやでもザッシュメタルバンド集団ということでね、はい、ザッシュっていうのがなんとなくもう分かりましたうんすごいですねあのベースの方も気になりますね。チロさん、ね、チロさんいいでしょ。気になりますすごく。もうなんか後ろの方にいらっしゃるじゃないですか。もうなんか白いのがもう浮かび上がってる感じでもうなんかめっちゃ気になりました。ねえねえ。普段可愛いんですよチロさん。あそうなんですか。可愛いんですか。可愛い方なんですよ。はい、でもすごいな。でも今日ねあの実はね、はい、あの残党さんのライブ。はい初めて見たんですよ。あ、そうなんですね。はい、実はあのチロさんから話を聞いてるだけで、はい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 、実際に見たことなかったので、おお。いやこんなになんかこうクオリティが高いんだなと思ってびっくりしてますね。すごいですね。さすがですね。圧倒されました。はい。大迫力でした。もうまたね、はい、あの画面越しに見るとまた違うと思うんですけどね。そうですね。はい、はい、もう生で見てもすごかったですよ。うん、はい。はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんな残党さんのライブスケジュールを見てみたいと思います。どうぞ。はい、5月1日吉祥寺クレッシェンドであるということです。お、秋頃に主催イベントがあるかもということですね。マジで。ちょっとこれはまた楽しみな。楽しみですね。そしてデモ音源破壊価格と書いてありましたね。そしてライブ DVD もこれも破壊価格200円。おー、200円です。破壊ですね、確かに。そして6月13日、チロさんいますよそこに。10月5日、
はい、チロさんどうでした？どうでしたか？なかなかテンション高いライブができてよかったです。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひぜひ皆さん、はい、ライブもリリース情報もぜひぜひチェックしてください。ちなみに初テレビだそうですよ、残党さん。あ、そうなんですね、はい、初テレビ。初テレビ。じゃあ映像でちゃんとこう生でというか見るのは初めて、はい、ということなんですね、はい、きっとね、はい、もうファンの方もちょっと楽しんでいただいてるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、ニコニコの書き込みの方もですね、うん、結構皆さん書いていただいてありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次に行きたいと思います。行きましょう。ここで一旦お知らせです。はい。その瞳は透明な夜を貫いてくる。限りなく空に近い地下室の中、血だらけの不幸はい、会場の皆さん、番組をご覧の皆さん、こんばんは。ムーパルアナウンサーの青木大志です。本日も皆さんに番組情報をお届けしたいと思います。まずは3月の15日、バンコクカラオケショーです。こちら松本先生プロデュースのもと集まった歌に自信のある方々による大カラオケショーとなっております。出演者の方も随時募集していますので、歌に自信のある方、自分の歌を発表したい方、ぜひぜひお待ちしております。続いて3月の18日、フィリピンナウです。こちらはフィリピンについての情報番組となっております。番組当日は日本で活躍しているフィリピンの方などのゲストも出演されますので、皆さんお楽しみに。今ご紹介した2番組とも生放送でニコニコチャンネルユーストリームにて配信していきます。番組終了後は YouTube にも番組をアップしますので、そちらもご覧ください。以上、ムーパルインフォメーションの時間でした。番組の視聴方法等の詳しいことはムーパル .jp でご検索ください。それではアリスさんにお返しいたします。はい、それではここでですね、インタビューに行きたいと思います。それでは出演者さん、皆さん出てきてください。大丈夫ですか？ちょっと今日は残党さんと、そしてデッドチルドレンさんとどんな話をできるでしょうね。とても楽しみですけれども、皆さんトークとかされるんですかね？あまりされないですか？します？そんなにしないと思います。あ、そうなんですね。あ、これはちょっと楽しみです。ファンの方もじゃ あまり話したりすることは貴重だと思いますよ、はい、貴重ですよね、はいはい、さあ、あ、座れますか？どうぞ。なんかすごい迫力がありますね。皆さん座りますか？後ろ閉めてもらいましょうか。おお、大丈夫ですか？あ、ジェイソンさんが、あ、ジェイソンさんじゃないですけどね、お名前は。はい、はい、ということで、あ、1個空いてるよ、ここは？あ、大丈夫ですか？ここ、あ、じゃあメンバー同士固まってください。はい、揃いました。大丈夫です、ね、大丈夫です、ね、はい、ありがとうございます。はい、じゃあトークコーナーです。イエーイ。じゃあ
まず最初に自己紹介を各バンドさんお願いします。はい、はい、ですね、デッドチルドレンと言います。はい、で、メンバーなんですけど、ボーカル南、はい、ギターカイン、ギターのマストで、ベースのレイです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラマサポート。そうですね、はい、ドラマはサポートです。はい、じゃあ残党さん。残党の、はい、若手に付けてのボーカル渡るくんです。はい、はい、自分が、ベースのシローになります。はい、後ろのジェイソン後ろのジェイソンさんが、ケイイチローさん。はい、ケイイチローさん、はい、よろしくお願いします。もう一人のギターがミヤキさん。はい、はいはい、あとはドラムのケインです、ということですね。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。なんとね、今日本当に番組初ライブやる前に、はい、そうですよ、出演してくれたデッドチルドレンなんですけども、はい、いや、これでその動いてるデッドチルドレンをこうまじまじと見るのは皆さん初めだと思うんで、そうですね、テレビの向こうのね、皆さんもかなりの衝撃があったと思います。コメントでもすごい楽しみですっていうコメントもね、え、もう期待しか湧かないよね、はい、あれ見ちゃった、ね、そうですね、ということで、はい、このデッドチルドレンリーダーのレイ君、どうでしたか？はい、まあ、ただ単純にすごい楽しかったですね。はい、で、まあ、本当、まあ、今までライブでみんなにこうライブで見てもらうのが今日が初めてだったん でやっぱり新衣装というか、まあ、衣装でできたのがもう楽しかったなっていう、はい、それだけですね。で、まあ、でも本当やっぱり僕たちの曲を、まあ、ガンガンやりたかったですけど、やっぱりちょっと出し惜しみですか。まあ、それはそうですね。あとはライブ見に来いよ、お前らみたいな。それは3月27日に、うん、はい、ぜひ来てほしいなと思う。うんうんうん、はい、バンド名のやっぱりデッドチルドレン、これは何かこう意味というか、どういう考えがあってこのバンド名にしたのかなって。そうですね、まあ、ズバリ言いますと別に特に意味はないんですけど、うん、まあ、ただちょっと少しちょっと思うことが、まあ、やっぱりデッドチルドレンって、まあ、死んだ子供たちっていう意味なんですけど、うん、まあ、まあ、子供たちのように、まあ、僕らはまだ全然死んでないんですけど、うん、まあ、大人なんですけど、うん、まあ、子供たちのようになんか本当に、ね、もう音楽を楽しみたいし、まあ、自分の感情、子供ってすごい感情的じゃないですか、うん、だからそういうところをすごい出したいなっていうつもりで、うん、のところもありますね、はい、そういう意味合いがあって、これはみんなで決めたんですか？そうですね、みんなで決めて多数決かなんて、まあ、多数決っていうか、まあ、こういうので、はい、他に候補はあったんですかね？まあ、まあ、もちろんありましたね。気になりますね。気になりますね。例えば例えばですか？例えば、いや、ちょっとね、いろいろあるんで、あ、それは内緒です、はい、それは内緒ですね、はい、はい、そうか。で、あとなんかリリースも、活動初ライブと同時にリリースも、これ会場限定ですか？これはそうですね、これまあ会場だけになるんですけど、うん、はい、これもタイトルがなんかこの番組に出るためにね、まあ偶然なのか、まあ、クローゼット、そうですね、まあ、まあ、基本的に歌詞とか、うん、そういう世界観っていうか、うん、中心となってるのは、まあ、南なんで、うん、じゃあ、はい、南さんがいろいろそういう言葉とかそういうタイトルとかを考えてるんですか？そうです、そうです。ああ、これはどういう感じでクローゼット、クローゼットってまあ、押し入れっていう意味もあるんですけど、ええ、秘密とか隠し事っていう意味もあるんですよ、うん、で、まあ、このクローゼットっていう曲はその、まあ、本性の自分と本性じゃない
ちょっと取り繕った自分との葛藤みたいのを、そのまあ一人かくれんぼっていうホラーのあるんですけど、それをちょっとモチーフにして書きました。なるほど。あれですね。じゃあ秘密のクローゼットって秘密の秘密ですよね。もう秘密すぎますね。そういう意味なんですね。だからすごい意味は違う。確かにそうかもしれないですね。ねえ、ああでもなんかそういう言葉のセンスとか素敵だなと思って。日本語不自由なんで。いえいえ。ねえ。あ、まあそんなデッドチルドレンさん今日初お披露目な感じで、じゃあその隣の、残党さん、こちらもあの初めましてなので、バンド名とかなんでまたこういう変わった名前なのかなと思います。あ、うちら残党なんですけど、はいはい、残党ってあの秘密とかクローゼットとかそういう意味。あ、やっぱりそうなんですか、ね、じゃあもうこの番組に出るためにあるようなバンド名ですね、どの辺が秘密でどの辺がクローゼットなんですかね。漢字って思ってるんですけど、違いますからとね。ああなるほど、スワヒリ語なんで。スワヒリ語、スワヒリ語、なんで秘密とかクローゼットとか、まあそういった意味合いで、この、 あの丸がついてるのは何ですか。これ丸がついてるのこれモーニング娘かなんか。あ、いや違います。丸は、はい、丸ってサークルっていう意味なんですよね。サークル、はい、なんかサークル活動的に楽しくやりましょうみたいな、秘密意味合いで、はい、秘密、秘密に楽しく、ちょめちょめ、ちょめちょめ。あ、そういうことなんです。この丸はあのクローゼットでこう閉める意味の丸。まあそういう意味もありますよ。そういう意味もあります。怖いな。はい。そうなんですか。そんな感じで。あ、それで残党、残党なんですね。はい、あの残党さんは活動してどれぐらいなるんですか。どれぐらいになりますか。あ、今書いてらっしゃる。喋れない人が。喋れないですね。はい、2年半くらい。2年半ですか。意外とそんなに長くないんですね。そうですね。なんかね、演奏力とかすごいあったので、もう10年ぐらいやってるのかと、ね、思ったぐらいすごい演奏力があってびっくりしましたけれども。じゃ あ、 あのチロさんどうですか。最近加入して残党さんどうですか。バンドをやり始めたきっかけが、メタルっていうところがあったんですよね。で、最初のバンドを辞めてからしばらくメタル界隈をだいぶ離れたところで活動してたんですけども、去年の6月にちょっと、まあ、最初はお手伝いだったんですけども、そこでちょっと弾くようになって、で、久しぶりにそのメタルの熱さっていうのを思い出して、でそれでメンバーになることに決めたっていう、はい、経緯になりますね。そうなんです。なんでとても楽しい活動をしています。びっくりしました。で、あの残党さんの曲で気になったタイトルがあって、空白の3年っていう曲あるじゃないですか、この空白の3年には何があったんですか。あ、放送できない感じ。あ、また書いてくださってますね。そこは空白じゃないんですね。いいとこついて。あ、そうですか。え、なんて書いてあります。前のメンバーの話。あ、前のメンバーのじゃ悪口を歌ってる歌ってことですかね。すごいディスってる感じですかね。ええ、恨みですか、じゃなくて実話に基づいた。そうですね。あ、今また書いてくださってますね。ええ、お、女性に縁遠くて、ええ、それが空白の3年の中の心理、ね、なんで、あの時間が経ったんで、今、ええ、この曲名が3年経った、ね、3年経った、はい、で今空白の4年に変わりました。そうなんです。あ、そうなんですか。タイトルが変わるんですか。もうなかなかユニークですね。すごいですね。そうなんですか。ここは
秘密のクローゼットじゃないんですね。まあライブでやっちゃってるぐらいですか。そうですね、はい。ああ団頭さん、でも今日あの個人的にその皆さんのお会いするのは初めてですか。あ残党さんと、はい、残党さんとか、ね、まあ、あと個人的なメンバーとか、そう初めてですねお会いするのは、はい、皆さんも昔のバンドを見たことがあります。昔ですか。そうなんですよね。あのこの話はねしないといけないなと思うんですけど、はい、昔あの何年か前に、はいはい、キーパーティーというビジュアル系 の、 あの事務所がありまして、はいはいはい、そちらで僕とレイ君とマスト君が所属してまして、はいはいはい、その当時この2人はアリエネ・マリアージュと言って、うんうんうん、もうその当時超人気のあるバンドやったんですよ。はいはいはい。その時に見たってことですか。そうですね。ライブをライブあのキーパーティーのイベントで、はい、オンエアウエストでしたかね、当時の、あと渋谷公会堂見に来ました。めちゃくちゃ嬉しいですね。嬉しいですよね。っていうことは僕のも見てるところですよね。見てますね。おー嬉しいじゃないですか。その渋谷公会でもなんかなくなるとかいう話、なんか噂ありましたよ ね、 ね、オリンピック関係ででしたっけ。え、オリンピックなの。え、競技場ができるのあそこに、じゃないけどそれの区画整理かなんかでって聞いたような、間違ってたらすいません。いや、チロさんいろいろしてますね。さすがですね。さすがですね。あ、そうなんだ。まあ、そのライブ、渋谷公開のライブを、まあ、あれからでも何年も経つけれども変わらないですね。いやー、品さんこそ。いや、努力してます。努力。いや、僕も努力しないと。あの、体内からね、アルコールで消毒してます。そうなんです。消毒。消毒してます、ね、最近も飲んでるの。僕ですか、はい、僕は最近もそうですね、思い切り飲んでますね、はい、あの前ね、はい、あのレイ君、うん、僕ん家に遊びに来たことがあるんですよ。仲良しですね、はい、その時あの、はい、ミサリナレイのアリス君とかも来て、はいはいはい、ね、アリス君、はい、そう、そうアリスっていうアリいたんだよ。あ、なるほど。いたんだよ、はいはいはい、とね一緒に飲んでね、うんうん、家飲みで仲良しですね。そうなんです。結構よく飲んでましたけど ね、 ね、そうなんですね。一緒に飲んで、はい、結構レイ君も飲むんで、うんうんうん、よく飲んでました。でも本当に久しぶりにこうして会ったんでちょっと今日は嬉しくて。いや、僕も本当に嬉しいです。最後にね見たの、はい、あの会いに行ったのはね直接会えなかったんだけども、あのネガっていうバンドも前やってて、はい、でその時にワンマン渋谷のウエストでやるっていうんで、はい、見に行って、あの怪しいドリンク持ってね。そう、そうで楽屋行って渡そうと思ったら関係者も楽屋に入れなくて、結局会えずに帰ってきて、そう、ね、そう会いたかったなと思って今日やっと会えた。あ、はい、まあ、その後メールとかいただいてすごい嬉しかったです ね、 本当に。その時に渡せなかった怪しい栄養ドリンクがあるんだけど、はい、今日持って帰る。ぜひ。飲めないって。飲めない、はい、あ、そうね。なんかアリスちゃんどう、今日このヘビーな2組で。いやー、もういろいろ気になりますよね。あまりで、なんかそういうメタルバンドさんともやることもあんまないですし、ビジュアル系の方とも一緒にやることもあまりないので。リスキーメロディーでもデスボイスとかやったらいいんじゃない、はい、デスボイスってどうやって出すんですかね。いや、教えて。いや、まあ、どうやって出すのかなと、ね、上手、上手ですよね。いや、ほんとそうですね。2組とも、2人とも。ほんとそうですね。デスボイスが。いや、でも、なんか、あのそのライブ PV が、はい、なんか、見させてもらったんですけど、かっこよかったです。あ、ありがとうございます。リスキーメロディ。はい、かっこよかったです。あ、ちゃんとチェックしてますね。偉いですね。はい。ありがとうございます。いや、でも、あの、高校生ぐらいの時に、あのなんかデスボイスっていうのにやっぱり一度触れるじゃないですか、バンドとかやってると。だからできるかなと思ってカラオケとかでやってみたんですけど、なんか声が枯れたおばあちゃんぐらいにしかならなかったですね。そう、どうやってやるんですか。なんか喉潰さないようにやるっていうじゃないですかね。え、でも自分もやったことあるけど、どうですか。
結構ね大変だよ。しかもね、あの、サビになってこう歌メロをちゃんと歌うみたいな。そうですよね、戻らなきゃいけないじゃないですか。あれ結構大変だけど上手ですよね。あれはなんかやっぱ訓練なものなんですかね。才能じゃないです。才能じゃないです。すいません、ずっとシカトしててすいません。いやいやいや、あの、わかんないです。あの、自分ができているのかもあんま分かってないんで。そういうものなんですかね。わかんないです。あの、上手い人いっぱいいるんでやっぱり。そういえば、あの、デッドチルドレンって北海道と神戸の出身がその2つしかないんでしょ。はい、僕 と、マットが神戸で、カインと南が神戸出身なんですよ。神戸じゃん、北海道。この番組北海道出身の人っていうかね、フローも北海道が多いですよね。多いです ね。あの、残党さんは北海道の方いられるんですか。残党はもう関東圏ばっかり。みんな関東圏、はい、都内とか神奈川とか。ほぼ都内、埼玉、そして神奈川。はい、ああ、そうなんですか。そうなんですか。じゃああんまり会話その辺広がらないですよね。あ、そこはそうですね。あ、じゃあ、あ、ニューヨークまでは、はい。あ、そうなんですよ。ドイツにも住んでたんだよね。はい。帰国子女。帰国子女。じゃあ結構喋れる。チロさん。あの、住んでた、ニューヨークは3年、半、3歳半までいて。わあ。で、帰ってきてからは、あの、英語ばっかり喋ってたみたいなんですけど、もうすっかり、全く日本語しか喋れます。その後ドイツでしたっけ。その後ドイツに2年。でドイツ語も喋れるんですか。ドイツは、あの、もうその当時日本人小学校っていうのがちゃんとできてるんで、そうなんですね。そこに入っちゃったもんなんで、あんまり。やっぱりあれですか、ドイツって、あの、ビール美味しかったんですか。ビールは飲める年じゃないですけどね。でも、ああ、そうですよね。小学生ぐらいからもう飲んでるのかな。でもやっぱり、あの、ソーセージとか美味しい印象は残ってますね。その金髪とかもあれですよ、あの、ビールかなんかでこう洗ってブリーチしたんですよね。いや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 、これはあの、秘密のクローゼットな話で。あ、はい、あ、そういうことですね。あ、そういえば、なんかずっとホワイトデーということでずっと飴をカイン君舐めてますね、ずっと。そうですね、そういえばずっと飴を舐めてらっしゃって。やっぱホワイトデーだからですかね。はい、喋らないんですよね。喋らないんですよ。あ、今日は喋れない方が2人いらっしゃるんですね。そうですね、あの、ボード借りたらいいんじゃない。あ、そうですね、ボードを借りに行くとか。なんかボードもダメですかね。そうですね、でも飴美味しそうですね。ホワイトデーですからね、今日は。そうですね、はい、ホワイトデー、はい。それじゃあですね、この辺でですね、あの、今後、まあ、デッドチルドレンさんとか、まあ、まだ初ライブやってないということで、なんかこう、こんな感じのバンドにしていきたいなみたいな、そういうのはありますかね。そうですね、まあ、まあ、これずっと、まあ、いろんなところで言ってるんですけど、まあ、なんかライブはとみんなが死ぬぐらいの激しいライブにしたいなと思う。で、なんかもう本当にデッドチルドレンのライブ行ったら死ぬんじゃないかっていうぐらい噂されるぐらいの勢いのあるライブしたいなと思ってます。はい、すごいすごいですね。残党さんは今後まだ活動して2年ちょいだそうです。またバンマスが出願を、あ、出願。そういえば圭一郎さん、あの、フォローありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい個人的な話ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。お、老後の楽しみ。今後老後の楽しみを。いや、あの、ぜひ、あの、親父バンドル、親父バンド選手権、ああ、あれに出てもらいたいですね。ありますもんね。ありますよね、はい、僕もいつか出てやろうかなと思ってますけど。何言ってるんですか。そうですね、告知など
ありましたらぜひぜひバンドさんのお知らせとかございましたら、はい、そうですね、まあ初ライブの、3月27日の新宿バース、はい、あとそれ以降、まあ、ここから4ヶ月連続主催なんですけど、まあ、次は4月の20日と、5月の15日で次が、6月の5日、はい、でこれ全部あの指導記念主催なんでぜひ来てください。はい、では4月の20日誕生日、そうなんですね、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。まあ、その日もうちゃんと、まあ、それっぽい感じのライブイベントにできたらなと思ってるんで、はい、ぜひ来てください、はいはい、みんなで行きましょう、はい、あとツアーとか大丈夫ですか。そうですね、それ、まあ、3月の31日からもう全国ツアーが始まるんで、まあ、それはまあ僕らの、まあ、挨拶代わりみたいなものなので、まあ、そこで少しでも知ってもらえたらなと思います。その時はあの皆さんの北海道は実家に帰られたり、神戸の大阪の人は帰るんですか？北海道の時は妹の家に泊まろうかなって。はい、妹さんがいるの？はい、妹がいます。紹介してください。紹介してください。美人そうですね。美人そうですね。勘弁してください。じゃあ南東さんも、はい、はい、お知らせございましたら。じゃあライブはですね、5月の1日、と金曜です。多分金曜です。はい、吉祥寺のクレッシェンドであります。聖地ですね。そうですね、メタルの聖地ですね、はい、最近ちょっとクレッシェンドが、はい、ホームグラウンドになりつつあります。で、そうなんですね、はい、であとはちょっと時期はまだ分かんないんですけども、秋から冬にかけてイベントをできたらいいなとただいま計画中です。それは場所も大体考えてるんですか？はい、まあまだちょっとどこにしようかなって、考えてるところですけども、主催で、はい、でその時にはぜひあの品さんにファラオで出ていきたあのいただけたらななんて国王として。マジですか？はい、あの火を使って大丈夫な箱にしてください。ああ、はい、わかりました。使うんですか？火すごいですよ。じゃあ大体もう決まっちゃいますね、はいはい、そうですね、僕が燃えてますから、ね、生きてるのになんであんなに燃えなくちゃいけないのみたいな、ね、いつでもスタントマン。そしたら残党にも火吹きがいるので。マジですか？本当ですか？はい、その時に命がけですね。命がけですね。見せるかもしれないですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はいはい、あとは音源か、はい、あ、音源ですね。LINE デモ音源100円、ライブ DVD200円、会場限定。なるほど、安い安いですね。ワンコインというかもうみたいな。他のバンドさんの物販で買ったお釣りで買えちゃうみたいな。あ、本当ですね、お釣りで買えちゃいますね。いいですね、はい、以上で大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。あと皆さん大丈夫ですか、言い忘れてることが、マストがちょっとあるらしいです。はい、大丈夫2個もマイク持っちゃってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。喋りたいなと思ったらありますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、いいね。それじゃあ、あ、そうですね、私もいいですか？はい、どうぞ。私のライブ告知をしたいと思います。私は明日渋谷のスターラウンジでライブがあります。まあ、いっぱいね、3月も本当10本ライブしてて、でまあ、4月もまたいっぱいライブがあるんですけど、で大事なライブは、フランスのジャパンエキスポっていう大きなイベントがあると思うんですけど、それに出場するためのコンテストライブに今出場してるんですね。でこの間なんと予選をなんとか勝ち抜きまして、おで準々決勝が次あるんですよ。お4月の8日なんですけど、ぜひ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 お客さんの本当なんか投票というか挙手制なので、ぜひぜひ手を挙げに来てください。よろしくお願いします。すごい、じゃあね、ぜひみんな応援してあげてください。はい、はい、世界にね行きたいなと思いまして。ね、世界行ってください。はい、頑張ります。はい、であとネットもね
世界そうですよ、そうですよ、フランスの方見てますか、はい、私だよって行きますよ、はい、はい、どうぞ。あ、僕ですね、はい、僕もですね、ライブがですねもうすぐなんですけれども、3月の20日目黒のロックメーカーの方で、はい、演歌歌手として頑張ってますんで、ビジュアル系演歌歌手たかし、皆さん来てください。はい、それからですね4月に入ると4月の3日、こちらですね、こちら外国の方がガイタレさんが来るんで、その方ガ イ, はい、ガイタレさんと共演で、4月3日池袋のチョップドームの方で、こちらも日本の心ビジュアル系演歌歌手たかしとして、なるほど、出演しますんで、ファラオもあるんですね、はい、あ、ファラオもあります。それもですね4月の21日ですね、これも池袋チョップドームの方でありますから、うんうん、そうですね、あとはいろいろ出てますんで、はい、見てください。あとはホームページとかね、あとはブログを見てお願いします。はい、はい、お願いします。はい、ぜひぜひ、今日のバンドさんもね、はい、ホームページがありますので、はい、ぜひぜひチェックしてください。それでね、はい、チロさん実はね、はい、彼は作曲家でもありまして、はいはいはい、そのビジュアル系歌手たかしの、サードシングル、今度今週発売予定なんですけども、たかしの男歌、それのですね曲も書いていただいてます。おー、これは楽しみですね。先月の放送で紹介しましたけれども、はい、なのでぜひこのコラボも楽しみにしてもらいたいなと思います。はい、はい、それでは、最後に挨拶を、はい、そうですね、皆さんで、秘密のクローゼットのポーズを取ってお別れしたいと思います、はい、で最後にチェキ取りますんで、先ほど抽選に当たった方は、プレゼントしますんで楽しみにしてください、はい、では皆さん、テレビの向こうの皆さんも、こうやって Z を作っていただいて、左手上です、はい、で僕が秘密のクローゼットと言ったら終わりますので、よろしいですか、皆さん、はい、じゃあそれではいいですか、こちらですね、こちらですね、はい、行きますよ、では行きます、秘密の黒ゼン、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、次回はですね、はい、はい、ずっとコスモスフィアです。